言葉遊び歌とは、詩、谷川俊太郎、絵、瀬川康夫による絵本。また、谷川の詩に作曲した合唱組曲。1973年に、福音館書店から日本傑作絵本シリーズの一つとして出版された。全15編で、書き下ろしの野の花以外は、福音館書店の雑誌、母の友に連載されたものを再構成した。 日本人の耳を楽しませるほどの強い音韻性を規則に縛られずに試み、わらべ歌に見られるようなポエジーやユーモアのある世界をひらがな表記で作品化した。音の面白さを出すために、当員、客員だけでは足りず、多量に応援しているのが特徴である。発表当初より反響が大きく、収録されている詩の中には小学校の国語教科書に採用されたものもある。 第2週にあたる言葉遊び歌又が1981年にやはり谷川、瀬川のコンビで福音館書店から出版されている。谷川の詩は強い音韻性を有することから合唱曲の題材として好まれ多くの作曲家が谷川の詩に曲をつけているが中でも新実徳への作品の評価が高い。1975年 東京芸術大学大学院在学中のニーミは全日本合唱連盟の創作合唱曲公募に応募するため女性三部合唱ピアノによる全4曲の組曲言葉遊び歌を一気に2週間で書き上げたニーミにとって初めて作曲した合唱曲であり結果入選を果たす日本のわらべ歌にペンタトニックやそれに類する音階だけで伴奏をつけると 見るも無残なことになる。かといって、ドミナント、マイナストニックの機能火星じゃ、あまりにも武骨で芸がないとして、ニーミーはかつて傾斜した、ドビュッシー・アラベルに見られる、境界戦法に対する火星付けの応用で、わらべ歌の編曲を試みていた。その後、谷川の絵本を手に取ったニーミーは、言葉遊び歌こそ、日本のわらべ歌の世界を新たな地平に向かって、 放り投げてくれるものだと確信した。新わらべ歌からこれが言葉遊び歌作曲時のコンセプトであったとして、谷川の詩への作曲に取り組む。また、新美は高校時代から長く合唱に親しんでいたことから、ジには学業そっちの家で熱中した合唱音楽のジャンルに、い,いや熱中したジャンルであるからこそ、どんなにささやかでも良いから。 自分のページを付け加えたいというのが、芸大入学後の自分の夢の一つだったとして、合唱に対する強い熱意が作曲を後押しした。言葉遊び歌愛について、西村明は演奏する人たちが楽しんで歌えて、しかも、努力目標が明快である。そしてこれは、言葉遊びですから、叙情的、情念的な世界ではないですよね。言葉の面白さと音の面白さを結びつけている。 こういうセンスはさすがだな、と思いました。以来、新見さんの作品が、作風や題材の変遷こそあれ、一貫して合唱団から受け入れられている一つの理由がここにあるんじゃないでしょうかと評している。1977年には、続編として、男性四部合唱ピアノによる、全四曲の組曲、言葉遊び歌2を発表している。愛。 ツーとも、全4曲からなる。ヤンまだっているか数え歌カッパウトテとこたそがれさる。愛は、河合出版から、ツーは、音楽の友社から出版されているが、いずれも受注生産となっている。ありがとうございます。